関東から西のエリア、それに東北太平洋側では今日も汗ばむ陽気となりそうです。 天気図の方で見ていただきますと、東中に前線がありますが、この前線動きは遅く、今日については中国、四国から東のエリアについては雨の降ることはなさそうです。西日本や東日本、太平洋を中心に少し雲が出ますが、それでも日差しは十分にある状況になります。上空の気温の場、こちらを確認してみたいと思います。上空1500メートル付近で見ていただきますと、 温度については12度から15度ぐらいのラインです。15度のライン、こちらが1500メートル付近でございますと、日差しがしっかり出れば、昼間最高気温30度に達してもおかしくない状況となっております。各地の最高気温マップでご覧ください。 見ていただきますと、東京、名古屋、こちらは29度の予想、東日本では30度に達するところもいくつか出てきそうです。その他のエリアについても、汗ばむ陽気というのが中国、四国から東北、太平洋側にかけて広がりそうです。九州方面は、昨日に比べると少し気温が抑えられる状況、また北海道方面は平年を下回るところというのも出てきそうです。 詳しい気象の状況、最高気温の予想はウェザーニュースアプリでも確認いただけます。